こんにちは。今回はセミの作り方を紹介します。夏にミンミンって鳴くんだよね。今回も長方形の紙を使いますよ。それではどうぞ。どうでしたか？うまく作れましたか？セミの羽はよーく見るととっても面白い模様だなと思います。セミの種類によっても違うと思いますから観察してみてくださいね。それではまたねー。